こんにちは、こんばんは、おはようございます。三沢です。友情崩壊芸がどうこうやライドゆっくり実況ご視聴ありがとうございます。今回一緒にやっていくのは、おなじみこの黄色のカラーのツッチーです。早速三沢を発見したカラーのコンテナの中身をもらいに行こう。お前ふざけんな、何最高速2個も取ってんだよ、それ私のだぞ。ふざけてんのお前だよ、どう見たって今の僕のだろ。あの近辺のコンテナ私が見つけたから私のなんだよ、お前絶対壊す。クソこの野郎、前回序盤でマシン壊すのメリットないとか言ってただろうが。たく、このままだとラチアかね、やっぱりあいつが太るのを待つか。さりげなく CP 殴ったな。まあ、僕はその三沢を返り討ちにして、太った三沢のアイテムをごっそりもらう作戦でいくか。その計画もバカにされそうだが、見ろよこのアイテム、今日の僕、結構ついてるぞ。運だけで勝てると思うなよこの野郎が。ああ、運無ぶりのお前には嫌味だったな。調子こいてんじゃねえよ今に見てろ、あと1分後、決闘な。嫌だし。ですよねー。そうだな、焦らずゆっくりのんびり平和にやるのが私のモットーだ。冷静になろう。全部ダウト。その麻薬だろうがお前。でもたまには平和にやりたいことがあるが、今までの私の行いからして、今さらなぁ。そう、私は、戦うことを、強いられてぇ。てめぇ今スリップ壊そうとしたろ。てめぇセリフ最後まで言わせろや。あ、ミサは発見、どうしようか攻撃してやろうか。回復エリアとは、また微妙な。回復エリアはほとんど使わないからなぁ。回復してる時間がもったいない。とか言ってるけど、お前結構使うよな回復エリア。かもね。ちょっと回復するときには世話になるかな。歌ってみよう。誰もいないけど。一人カラオケか何かか？そうだよ。よし、スリック生きてたな。オケオケ。お、弱ってんじゃん。おうふざけんなやめろや。一回だけ壊させてくれたら、それで僕は満足するんだ。お願いだから、ねね、いいだろう？帰り討ちにしてやるってか僕から壊しに行ってやろうか。その前に回復エリアを。私のネタといい、ドラグーンといい。スルーですかそうですか。回復しづれー、スリック滑るんだよ。ちょっとはしようぜー、言葉のキャッチボールってやつをよー。僕はキャッチボール苦手だ、ノーコン出し球をキャッチすることもできないぜ。てかドラグーンあるのか。今さらかよ。てかお前いつまで回復エリアを往復してんだ、時間がもったいないじゃないか。ほら、回復エリアを使い切るという、この動画では滅多に見れない映像を、いわゆるファンサービスだお前も手伝えよ。知らん、そんなことは俺の管轄外だ。見ろよ使い切ってやったぜ。まあ僕の場合ここまでしたら使い切りたかった塔だけの意地でやってやっただけだが。さーて、回復も終わったし、ミサワをボコボコにしてそのドラグーンのパーツとアイテムをいただくとしよう。私を倒すだと、はは、とんだロマンチストだな。そのセリフ、この UFO のごとく飛び回るスリックを見た後でも同じことを言えるかな？あ、シャッターだ。ラッキー僕めっちゃ近い、中身何かな？うわいらね、てかここで寿司出てくるならあの回復エリアの苦労は一体。壊れろワープスター。赤いは多いな絶対1個ぐらいパーツあるだろこれ。残念どっちもソードでした。何これ2本持って二刀流しろと？そしてこの爆弾である、あれだけ赤い箱壊してパーツなしとかそんなバナナ。うおー、操作できねー。手こずってるなー私、自分のマシンが速くてアイテム取れねー。正面から取りに行こう。そろそろ取らないと消えちゃう。防御は戦闘大好きな私にとって必要なものだ。いいもんあんじゃん。覚悟しろよこのうんこ野郎。とその前に、地下に潜ってるあの CP を跳ね殺しにしてやるか。ちょ曲がり角でスリープとかやめろや。ついでにドラグーン見つけた。寝ながら取るとか器用だなお前。うわ、ボム取った直後にスリープになっちまった。お前もなかなか器用なことするな。熱いわ。あ、パーツが、てか体力が場外に行った件について、届きそうで取れないのがムカつく。おいミサは最後のパーツかけて勝負だ。あれお前いつの間に、パーツ争奪戦か。いいノリしてんじゃねえかお前。ただ、もうちょっと僕は慎重に行くぜ。隙をついて良いアイテムがあればお前を一気に潰しにかかるぜ。多いアイテムあんじゃん。いつもいつもどこからかともなく現れやがって壊してやるお前なんか。しまった、スリックだから操縦できねえ。せっかくのプラズマが意味ないじゃないか。バカめ自分から来やがって。ねえだよカスが。よし、逃げるか。これは戦略的撤退だな。うわぁ、おーやでー。隙あらー。あぶねえ、てかなぜ避けれた僕。クソ当て損ねた。おう、それ私のアイテムじゃ。うるせえよ、僕のだろ、どう見たって。おう、やるか、この野郎。やってやんよ。
その半分しかない体力全部持って行ってやる。ちょっとだけ回復しに行こう。いいものあるじゃないか、これであいつをぶち抜いてやるぜ。もしスリップで暴走状態で私ぶち抜いたら私お前を尊敬するわ。うん、無理だね。参ったね。クーラーズーマー、さて誰に攻撃しようかな。チラ、チラ。こっち見んなよ。てか無理だろ、今の僕のスピードの追い抜くの。そろそろ暴走終わる頃だし、一発だけならぶち込めるんじゃないかな。ところがどっこい、スリックの滑りやすい特性を利用して急な横移動すればプラズマなんて怖くないぜ。はい、そんな方法あったのか。すげえわ、とりあえずこれでてめえをぶち抜いてやる。あうち、すげえ予想外なところに引っかかったんだが。こっち来んなじゃねえよ、来たらこの針で串刺しにするぞ。しょうがないなぁ、今は見逃してあげるよ。クラッカー終わったな、覚悟しろよ。飲み込みが悪いぞ、見逃してやったんだぞ。よっこいせ、クソ、ビル邪魔なんだよ。もう一発行くぜ、ボンバーマン。じゃあこっちはゴルドー先生使ってやんよ。今日の天気は晴れのち火事、雨のちゴルドーです。火事って言えば、完全にスルーしてたよな、火事。この事態に便乗してお前を壊す。体力的に僕が勝ってる、これは勝てるぞ。一定、判定強いスリック相手になんだその火力。コピーに頼るしかねえ。そんなので止めれると思うかこの野郎めが。うるせえないよ、かましだよ。壊れろや、クソ、段差め。やばい、コピーもなくなった今。勝てる気がしない。回復するかコピー探すか、それか逃げよう。待てやこらー。ってか何が起きた。知らんがな。私だって何が起きたかわからんが、多分飛んで着地したところにお前が。ふざけんじゃねえよ、そんな理由でなんで僕が壊されるんだよ。でもって何気に完成したドラグーン。スタジアム、なんだろうな。さあな、なんでもいいや、そこにあるヘビーに乗ってお前をぶっ壊す。ハイドラキラーのヘビースターなめんじゃねえぞ。おいこらてめえ。壊してないからいいじゃないか。お、最高速落ちてるやん、それ私のな。お前の寝どうかしてるだろ。その羽もいでやる、ゴルドーやるよ。痛いってば、ちょっと待てこれはやばい、自爆フラグ立ってる。とどめだー。あれ、もうタイムアップか。まったくタイム見てなかったぜ。さてと、デスマッチ系だったら僕にも勝機があるが果たして。私のドラグーン戦闘よりなんですが。手配ジャンプかよ。いや、待てよ、僕のマシンはヘリー。ふふふドラグーンよ。ついに貴様が敗北する時が来たようだな。やれるもんならやってみろよーら、早くしろよ。くそ、進まねえ。私はお先に行くぞ、早く来いよ、上で待ってるから。その言葉しっかり覚えとけよ。今に僕はお前の遥か上を行って、お前のそのドヤ顔とぶっ壊してやる。私は終わったぞ、早くしろ妖精んだよ。ショータイムだ、行くぞ。必殺のボタン連打ー。おー、最初はいけてるかと思ったが、飛翔してないけん。うん、これは期待できそうにない。ってことで、私はゾロ目の2222を目指す。いいのかそんな余裕ぶっこいてて、見とけ見とけよー。あーダッシュパネル踏み損ねた、戻ろうわー。バカオツ、素直に戻っとけばよかったのに。クソ、僕の飛翔するヘビーでドラグーン化を真っ赤計画が。ぐぬぬ、ずれた。余裕ぶっこきやがってお前。ここに来て初めてドラグーンの飛行能力が活躍した場面をお見せした気がする。さて、それでは今回はこれで終わりです。また次回、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。